こんにちは、おさじまです。今日は仏教の宗派がいろいろある理由についてお話しいたします。一口に仏教と言いましてもいろんな宗派がありますよね。そもそもどうして同じ仏教なのに宗派があるんだろう。そしてその宗派それぞれどのように違うんだろう。これ気になりますよね。それで仏教講師としまして、今日はこの流れでお話したいと思います。ではまず、たくさんのお経がある理由であります。これはいろいろ宗派が分かれている理由と非常に深い関係があります。大前提となる内容ですので、まずここからお聞きください。お釈迦様の説法を書き残したものをお経と言います。葬式や法事で読まれるあの漢字ばっかりのもの、あれはお経であり、呪文じゃないんですね。お釈迦様の説法の記録であります。今日で言えば、講義録のようなものです。お釈迦様は80年のご生涯、何回も説法されましたので、そのお経は7000冊以上に上る。この7000余巻のお経を一切経と申します。このお経を読みますと、一見矛盾しているような内容が説かれてある場合があります。例えて言うならば、ある時お釈迦様は右の方へ行きなさいとおっしゃっておられるのに、別の時には左の方へ行けと、こうおっしゃっているように思われる。そういう箇所がいくつもあるわけです。これはなぜかと言いますと、それはお釈迦様が相手に応じて教えを説かれたからです。これを応病予約と言います。病に応じて薬を与えるという意味です。ちょうど病気といってもいろいろありますよね。その病に応じて与える薬が全く正反対になるということもあります。例えば高血圧の人には血圧を下げる薬を与えねばなりませんし、低血圧の人には血圧を上げる薬を与えねばなりません。いかに優れた薬であってでも、低血圧の人に高血圧の人のための薬を与えておっては大変なわけです。病に応じて薬を与えることが大事です。病がたくさんありますから、薬もまたたくさんになるということです。同じように私たちの悩み、苦しみというものはいろいろありますので、悩み、苦しみに応じて説法された。このことを待機説法とも言います。気というのは人のことなんですね。もっと言えば人の心のこと。人間の心を気と言います。その気に対して法を説かれた。その人その人の悩み、苦しみに応じて教えを説かれたということです。これを気ごと、気ごととも言います。その人その人に応じて仏法を説かれたということです。ですから7000冊以上ものお経があるということなんです。では、そのお経の中で一番大事なお経はどのお経なのかということが次に問題になってきます。この一番大事なお経のことを仏教で出世本願経と言います。お釈迦様が一番説かれたかったお経。このお経を説くために仏法を説いたんだという目的となるお経ですね。この地球上に現れ出られた、生まれ出られた、その目的とされたお経は何なのか。これがいろいろと論じられております。じゃあその他のお経、出世本願経以外のお経は何なのかと言いますと、これは方便のお経、方便経だと言われます。最近はね、方便と聞くと嘘も方便と言われまして、まあ、嘘かその仲間ぐらいなイメージがあるかもしれませんけども、これはとんでもない間違いでありまして、方便というのは方法便宜の略語なんですね。方法の方と便宜の便を合わせて方便と言います。いわゆる目的に対して手段です。目的まで導くための手段として説かれたお経。便宜的に仮に説かれたお経なんです。この方便という言葉、インドではウパーヤともともと言われまして、ウパーヤというのは近づけるという意味なんです。何に近づけるか。これは当然真実に近づける。目的に近づける。出世本願経へと導くために説かれたのが方便経、方便のお経ということです。ですから、どれが方便のお経で、どれが出世本願のお経かと。この研究というのは、その宗派宗派によってなされて、その見解が異なっているということです。ある人は大無量寿経が出世本願経といい、それをもとに一周一派を開き、
ある人は、法華経こそ真実のお経だ。出世本願のお経だと。と言って、宗派を打ち立て。ある人は華厳経、ある人は阿厳経と。ということで、華厳宗、阿厳宗など、そういった宗派をいろいろと立ち上げていく。ここから、いろいろな宗派が生まれたわけです。同じ法華経が一番大事だと言っても、その解釈がまたいろいろ分かれましたね。そういうことで、いろいろな宗派が生まれたわけです。では、そういった宗派に優劣、優れている、劣っているということがあるんだろう、ということなんですが、これは先ほどの話を聞かれれば、お分かりになるように、どれが出世本願経かということが問題になっております。もちろん、すべてのお経は尊いことは間違いないんです。このお経はちょっとダメだとか、このお経は尊くないとか、そういうお経はないんですよ。すべて素晴らしいんですけども、その中で一番本心としてお釈迦様が説かれたお経はどれかという意味です。そういう意味の優劣ですよ。ダメなお経があるという意味では全くありません。すべて尊いんですけども、その中で本願のお経はどれかということが問題になっておりますから、その出世本願のお経を正しく解釈した宗派が優れた宗派であると。正しい宗派であると。こういうことになるわけです。では、どちらの宗派が言ってることが正しいのかということについては、法論によって決められます。これは仏法上の議論ですね。どっちが正しいかということを力技で、暴力で相手やっつけて、俺が勝ったと。これではよろしくありませんから。暴力によって優劣を決めるのではなくて、あくまで教えとして、議論として、どちらがお釈迦様の正しい御心なのか、解釈は正しいのか間違ってるのか、いうことを論ずる。これを法論って言う。そういった法論は非常に大事なんです。みんな仲良く、だから議論もしないと。そうじゃないです。議論は大事なんです。間違ってたら大変ですからね。仏様の御心を正しく汲み取ると、正しく理解する。当然大事なことですから。そういった議論は重ねる必要があるわけです。これまで、たくさんの法論がなされてきたんですけども、その中でも有名な日本の歴史上一番の法論とも言っていい大法論が行われたことがあります。これを大原問答と言います。この大原というのは場所の名前ですね。地名ですから、これ自体には深い意味があります。しかし、そこで行われた法論というのはものすごく意味があるわけです。誰と誰が法論したのかと言いますと、聖道諸宗の代表と法然上人お一人とが法論した。議論した。ちょっと強い言葉で言えば戦ったと。こういうものなんです。これはどういうことかと言いますと、実は仏教を大きく分けると2つに分けられます。これ大事なところですね。学校ならテストに出るところですね。仏教といっても大きく2つ分かれます。1つは、聖道自力の仏教と言われるものです。これは修行系の仏教でありまして、例えば山にこもって修行するとか、滝に打たれるとか、座禅を組むとか、そのようにして煩悩をコントロールして、煩悩を何とかして悟ろう、助かろうとする教えです。これは出家の仏教とも言われまして、煩悩との格闘ですからデートなんかしてる暇はないわけです。それどころか家から出まして、まさに出家しまして、結婚はもちろん厳禁ですし、肉も食べちゃいけない、いろんな戒律を守って悟ろうとする。これは聖道自力の仏教と言われるものです。もう一つが浄土他力の仏教と言われるものでありまして、これは煩悩あるままで幸せになれる。そういう教えであります。これは出家の仏教に対して在家の仏教と言われまして、家庭を持ったまま結婚もしていいですし、子供を設けてもいい。家庭を持ったままで幸せになる。これが浄土他力の仏教であります。法然上人という方は、この浄土、他力仏教の方であります。このように、それぞれの主張、考えがものすごく違いますので、どちらが正しいかという討論が起きたのは必然的なことであります。そして、もともと聖道仏教ばかりだったのが、法然上人が浄土仏教を説かれるようになって、浄土仏教を聞く人がもうどんどん増えていったんですね。短期間で全く間に広がっていったわけです。それで聖道仏教の人たちが危機感を感じまして、聖道仏教にいろんな宗派があるんですよ。天台宗、真言宗、伝宗とかですね、華厳宗とか。いろんな宗派があるんですけども、その人たちが一緒になって、法然上人一人をやっつけようということで、
衝動仏教の人たちが団結して衝動諸宗の人たちと法然上人お一人との法論が始まる、こういうことになったわけなんです。記録によりますと、衝動諸宗の人たちは2000人ほどの人が集まったと言われます。対する法然上人とはその周りのお世話をする数人しかいなかったと、このように言われています。このようにして法論が始まったわけですが、例えば衝動自力の仏教はエリートの集まりだと、もう優秀な人ばっかり集まってる、学問もすごい、そして修行も素晴らしい、今日で言えば学校の成績も優秀、スポーツも万能、そういったエリートが集まっているような学校のようなものです。エリートが集まっているところだから、そこで教えているその宗派の内容の方が優れているに決まっている。それに対して浄土仏教、浄土他力仏教の人たちはどうだ、煩悩まみれで愚かな大衆でないか、ろくな学問もしていない、修行もできない、そういう劣った人が集まっている宗派は、これは劣った宗派ではないか、このように衝動仏教の人が言ったわけです。すると法然上人は、なるほど、もしあなたがおっしゃる通りとするならば、これは病人に例えるならば、衝動自力の方々は病が浅い、病が軽い人たちだということになる。私たち浄土他力仏教の者たちは病が重い人たちということになりますね。では、病が軽い人しか治せない医者と、重い病の人も治せる医者と、どちらが優れていると言えるでしょうか。衝動自力の仏教では、煩悩いっぱいの病重き者は助からないということになります。私たち浄土他力の仏教では、そういった病の重い、煩悩いっぱいのものも救う、そういう教えなのです。言葉を変えれば、衝動自力の方々は人を選ぶ、これはこれこういうできた人は救うが、それができない人は助けない、このように人を選んでいるのではないでしょうか。浄土他力の仏教は、老いも若きも差別なく、善人も悪人も、賢い者も愚かな者も平等に救う、それが浄土他力の仏教なのです。このように切り返されまして、返す言葉がなくなりました。また別の人が法然上人に挑みます。私は真言宗のもので、真言宗は密教の教えで、ことに優れた特別な教えなのだと。この優れた真言密教に比べて浄土仏教の方が劣るではないかと、こう論じたわけです。それに対して法然上人は、あなたがおっしゃる密教の修行は、煩悩いっぱいのものにはとてもその修行は務まりません。しかも、その真言宗を開いた空海はどうだったでしょうか。空海の心の中に咲く花は、御陀より他に知る人となき、このように歌っているではありませんか。御陀というのは阿弥陀仏。阿弥陀仏というのは浄土仏教の本仏であり本尊なんですね。すべての人を煩悩あるままで救うという阿弥陀仏に帰依しているではありませんか。このように言われると、返す言葉もなくなりました。次に禅宗の人が出てきまして、禅宗は一心伝心、心でもって心を伝える。これ以上に素晴らしく、早く救われる教えはないではありませんかと、禅宗の素晴らしさを話します。それに対して法然上人は、禅宗の悟りといっても、究極の悟りではございません。と言って、達磨大師について話を始めます。ダルマ大師というのは、私たち日本人も馴染みの深い、このダルマさんですね。なんか合格といって目を入れたりこうしますけども、あのダルマさん。これは実は実在の人物でありまして、ダルマ大師というのはもともとインドの方で、中国に渡って活躍した禅宗の人なんですね。遍壁苦念といって、壁に向かって9年間も修行したため、手足が腐りまして、その手足を切り落としたと。そういう壮絶な修行をしたのがダルマ大師なんです。ですからダルマさんに手足がないのは、そういう理由があったわけなんです。そのダルマ大師も、そのような壮絶な修行をしたんですけども、究極の悟りにたどり着くことはできず、晩年は念仏三昧、浄土他力の仏教を求めたと言われます。そのことを話をすると、また返す言葉がありませんでした。そして次に天台宗の人が現れます。天台宗は、法華経こそが出世、本願のお経だと、このように言います。法華経が出世、本願のお経であることは明らかだ。
お釈迦様は華厳経から阿含経へと導かれ、阿含経から法堂経へと導かれ、法堂経から般若経へと導かれ、そして最後法華経へとまで導かれたではありませんか。法華経こそが出世本願の経、諸教の王と言われる。法華経こそが出世本願の経だから、法華経を根本経典とする天台宗の方が正しいではないかと、こう話すわけです。それに対して法然上人は、確かに聖道仏教の中では、法華経が最高の補経でありましょう。しかし、その法華経というのは、難信難下第一と言われるお経ではありませんか。いわゆる最も難しいお経、信ずることも理解することも、修行することも、最も難しい難解なお経が法華経である。そして、その法華経には、この法華経は人知のために説く。こう書かれている。人知というのは、ものすごく頭のいい、深い知恵を持った人に対して説かれたお経ではないか。見識、浅い知識しかないもの、そういったほとんどの人は、迷惑して悟らず、この法華経では悟ることはできない、救われない、助からないと、法華経自体に説かれているではありませんか。そして、この法華経を信じない者のためには、如来の世の人法を教えようと、このように説かれている。つまり、この法華経は真実のお経へ導くためのお経ではありませんか。こう言って、天台大師についての話をされるわけです。実は天台宗というのは、もともと中国にあった宗派なんです。その中国の天台宗を、最澄という人、伝行大師とも言われますけども、この最澄が日本へと持ち帰って開いたのが天台宗。大元は中国にあるわけです。その大元の天台宗、中国の天台宗を開いた人を天台と言います。この天台が亡くなるときに、お弟子の人が、お師匠様は一体何段まで悟られたのでしょうかと。このように尋ねたときに、9段までしか悟れなかったと、こう告白したと言われます。一口に悟りといっても、低い悟りから高い悟りまで52の位がありまして、これを悟りの52と言います。その52段ある悟りの中で、9段までしか悟れなかったと。このように告白しているわけです。その天台も最後は浄土経典、他力の仏教の救いを求めたと、このように言われます。つまり、聖道仏教の中では、法華経が一番大事なお経、それは間違いないが、浄土仏教まで広げると、この法華経も浄土他力のお経に導くための方便の教え、方便のお経なのだということを法然上人が話をされました。このように、並みいる聖道諸宗のトップクラスの人たちが、法然上人法論を挑むのですけども、法然上人はそれを一人で全て答えられ、問いと出した人たちはたちまちに返答ができなくなっていったのであります。こうして聖道諸宗の人たちは法然上人の偉大さを知らされて、3日未満法然上人を褒めたたえたと、このように言われます。このようにいろんな宗派がありまして、それぞれに特徴があるのは、このような理由でありました。まず、お経がたくさんある。それは、応病医薬、待機説法、日ごと日ごとで、その人その人に応じてお経を説かれたから、たくさんのお経がある。そのお経に、出世本願、真実のお経と、そこへ導く方便のお経がある。じゃあ、どれが出世本願のお経なのか、ということで、いろいろ意見が分かれまして、たくさんの宗派が分かれたと。こういうことであります。そして、どれが出世の本願のお経なのか、どの宗派が正しいのかということについては、法論によってその正しさが争われる、論じられるということであります。ちなみに、浄土宗と浄土真宗については難しい内容がありますので、別途時間をとって他の動画を作っておりますので、最後にその動画もリンクを貼っておきますので、関心ある方はご覧ください。このチャンネルでは仏教を通してあなたとあなたの周りが幸せになれる、そんな内容をシェアしております。それはそのまま世界中に幸せが広がると思うからです。無料でメルマガも配信しておりますので、関心のある方は概要欄、コメント欄をご覧ください。また少しでもいいなと感じてくださったら、
高評価ボタンやチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録していただきますと、より早く世界に幸せが広がっていきますので、チャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた。